で面白いなと思ったのが、うん、ステレオタイプ脅威、はい、という項目があって、うん、じゃあその同調性の本質って何だろうねと、うん、であのアイデンティティから説明してみようと、うん、ステレオタイプ脅威は近年の社会科学で注目されている心理効果の一つで、うん、黒人の社会心理学者クロード・スティールさんが1980年代に提唱したことで知られることになったんですけど、うん、この人は後にカリフォルニア大学バークレー校副学長、はい、コロンビア大学副学長などを歴任し、うん、現在はスタンフォード大学心理学教授を務めるアメリカを代表する黒人の知識人だと、うんうん、じゃあなんで今ここで黒人っていうのを強調したのか、はいはいはい、なぜ人種を強調したかというと、うん、ステレオタイプ脅威が黒人や女性などのマイノリティ、うん、少数派が学校職場で実力を発揮できない理由を説明する理論だからだと。アメリカのアカデミズムは人種的にはほぼ白人で占められていて、うんうん、黒人であるこのスティールさんは、うん、常に少数の黒人研究者の一人だった、うん、でマイノリティへのステレオタイプがどのようなものかを身をもってこの人は知っていた、うん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 、であらかじめ述べておかなくてはいけないのはステレオタイプ脅威っていうのは、うん、この再現性については今もまだ激しい論争の中だと、うんうん、例えばよく聞くのが女性は男性よりも数学が苦手だ、うんうんうん、とか、うんうん、黒人は白人より学力が低い、うんうん、などの偏見は、うん、全てステレオタイプ脅威で説明できる、うん、またステレオタイプ脅威については、うん、多くの再現実験が行われてきたが、うん、それらを集めて検証しても、うん、この傾向が確認できない、うん、でこのステレオタイプ脅威の効果量はごくわずかでなんかね、これもまだあんまりそうじゃないのは分かってるけど、うん、じゃあ否定できるか、うんうんうん、っていうと、うん、そこまでのデータはない、データはないっていうところ、はい、なのになんでその能力同じ能力なのに違いが生じるんでしょうねと、うん、というところで例えば、はい、ある大学で、うん、10ホールのミニチュアゴルフをさせますと、うん、この時白人学生には、はい、運動神経を測定します、うん、って言います、はい、そう言われた白人学生は、うんうん、言われなかった白人学生よりスコアが悪かった、うんうんうん、それは黒人学生にはこの効果はなかった、うん、でまたこれはスポーツインテリジェンス、うんはい、運動知能を測定する実験だっていうのを、うんうん、今度は黒人学生に言うと、うん言われた人たちはスコアが下がりましたと、うんはい、ただそれを同じ白人学生に言っても、うんうんあのうん、結果は変わらない、うんうんうん、なのでなんて言うんでしょう、うん、黒人は思い込みもともとそういう思い込みがあるって話ですか。あの運動神経はいいと思っていて、うんうんうん、白人は、まあ、悪いと思っている、うん、で頭はいいって白人は思ってるみたいな思っていてっていう、うんこの実験が高い説得力を持つには、うん、持つのは何の脅威もさらされていない場合、うん、この白人学生も黒人学生も、うん、ゴルフの成績には違いがない、うんうんうん、が本来なら同じ結果になると分かっている2つの集団に、うん、異なるステレオタイプ脅威を与えて比較すると、うんうん、この結果が出る、うん、という項目が載っています、うんうんうん、でまた人種っていう強力なアイデンティティもあるよというのが載っており、はいうん、人種の中でちょっと興味を引いたのが、うん、要は例えばどこの大学でも、うん、やっぱりこの人種でこのグループが分かれて、うん、同じ人種の中に違う人種が入るっていうグループはとても稀だと、うん、で大学も高校も同じように人種によって分断される、うん、人種がいろんな人がいる高校のカフェテリアでは、うん、白人生徒が黒人生徒と同じテーブルに座ると、うん、クールになろうって必死すぎとか、うん、わざとらしいとか、うんうんうん、人種に鈍感、うん、などと思われ、うん、また黒人生徒が白人生徒と同じテーブルに座れば、うん、他の黒人生徒から、うん、あいつは裏切り者だ、うん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 、とか、うん、あいつは
白人になりたがっているとみなされると、うん、このことはアメリカにおいて人種っていうのが強力なアイデンティティになっていることを示していると、うん、このアイデンティティというのは、社会的な私の核にあるもので、うん、自分がどの社会に属しているかの印のことだと、うん、人種問題はアイデンティティを表している、うん、でアイデンティティっていうのは印が肌の色になっているということだろうと、うん、でこのスティールさんはステレオタイプ脅威は人種差別ではなく、うん、アイデンティティの問題だとしていると、うんうん、要は場違いっていうのをキーワードに、うんうん、進化論的に立花明さんが考えると、うん、要は場違いだと殺されてしまうんだと、うんうんうん、いやコミュニティに属していないと生きていけないよね、うん、でアイデンティティっていうのは集団への帰属意識などと説明されるが、それは正しい共同体に所属している括弧場違いでないかどうかだと、それに対して正しい共同体に所属していないと括弧場違いだと無意識は全力で警報を鳴らすと、なぜなら場違いな共同体に紛れ込んだことはトラやライオンなどと遭遇したのと同じように、うん、っていうのを考えていくと、うん、要は初めに山って書いて、うん、してなくして要は棒の検査をした時に同じように見える、うん、そうさせようとするっていうのは、うん、あるのかもしれない。そう機能として、機能として合わせる機能があるって話ですね。生き延びるために、うん、周りに合わせる能力がある、あの、うん、意識ではなく意識、あの、うん、なんて、そう意識でそっちにしよう合わせようってしたんじゃなくて、うん、もう体がそう見せた、うん、そうなろう見せようとしてる、見せようとしている、うん、っていうことなのかなと、うんうん、で、はい、それがまたこの支配と服従っていうのは親子関係から生まれた、はい、とあるのは、うん、結局この親子関係よくこの話では出すんですけど、はいはい、言うこと聞かなきゃ生きていけないみたいな環境だと、うん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 、そ、なんて言うんでしょう、うん、事実とは違う見方というんでしょうか、はい、うんうんうん、まあ、事実って何が事実かもまた難しいんですけど、うん、その社会の中ではそれが正解だとさせてしまう、うんうん、みんながこうって言ったらそう見えるようになる、はいはい、というお話で、うんうん、じゃあ日本人は集団主義っていうのは本当かっていう項目が出てくるんですけど、うんうん、アメリカは個人的で同調性が低く、うん、日本人は集団主義的で上層、うん、同調性が高いって言われるが、うん、まあ、これもまたちょっと実験でですね、うん、ある実験で、うん、アンケートに答えると、うん、お礼にボールペンがもらえます、うん、でボールペンは5本用意されて、うん、そのうち1本だけ色が違う、うん、で参加者はその5本のうち、うん、1本選んでいいよって言われる、うんうん、そうすると、うん、日本とアメリカでこの実験を行うと、うん、アメリカ人は少ない方のペンを取ることが多い、うんうんうん、が、うん、日本人は同じ色のペンを取ることが多かったと、うんうん、これをね、日本人は多数派に同調し、うん、アメリカ人はユニークさを好むという常識が証明されたかのようだが、うん、これを実験した日本を代表する社会心理学者の、うん、山岸俊夫さんはですね、うんうん、疑問を持ったと。僕も思いました。はい、日本では文房具から家電製品に至るまで、うん、ユニークさを競うさまざまな商品が氾濫していて、うん、日本の消費者が多数派に同調することを求めているなら、うん、なぜこのような多様な商品が開発されるんだろう、うんうん、確かにと、うん、じゃあ次に実験の設定を変えて、うん、参加者全員の前でペンを選ぶようにしてみた、うん、要はいろんな人が見てる、うんうん、ところでそれをさせてみた、うんうん、すると今度はアメリカ人もたくさんあるペンを選ぶようになったと、うんうん、アメリカ人も他人が見ている前では同調するのだと、うんうんうん、じゃあ山岸さんはさらに他の参加者がすべて選び終わって最後に選択するという設定も試してみた、うん、すると今度は日本人の参加者も1本しかないペンを選ぶようになって、うん、やはり日本人の差がなくなったと、うん、そこから山岸さんは、うん、日本人とアメリカ人の同調性に本質的、うん、生まれ流れにしての違いがあるのではなく、うん、
それぞれのデフォルト戦略が異なるのだと考えたと。要は、初期設定、不特定多数のユーザーにとって最も困難な選択肢なんだが、日本人は曖昧な状況に置かれると無意識のうちにリスク回避的な選択を行う。だが状況が明確であれば、要は自由に何でもやっていいよって言われると、アメリカ人と同様に自己主張をすると。逆にアメリカ人は曖昧な状況では自己主張するのが最も有利な選択だと考える。が、過度な自己主張が品縮を買うなって思えば、ちゃんとその場の空気を読んで同調すると。これはなぜデフォルト戦略が対照的なものになるのかは、生きている社会環境が違うからだと。アメリカ社会では自己主張しない人間は存在しないのと同じだとみなされる。このような環境では迷ったら自己主張、だから自己主張しろっていうのに同調してるって話ですよね。もうあそうですね社会だってみんながやってるから、みんな自己主張してるんだから、お前もするようにみんな同調してるから、はい、同調してるんですね。同調してる、はい、が最適戦略になり、日本では下手に目立つとろくなことがないとされているので、迷った時はとりあえず合わせろ、他の目立たないようにしようっていうのが最適戦略になると。これはガランとバザールのゲームに近いと。ガランっていうのはお寺とかお堂とか教会の聖堂のように壁に囲まれた閉鎖的な場所に対して、バザールっていうのは誰でも自由に商品を売り買いできる開放的な空間で、バザールの特徴は参入も退出も自由、商売に失敗して、あって失敗したら、さっさと店を畳んで、違うところのバザールに行って、また違うことができるのが、比較的自由な空間がバザール。で、ガランっていうのは、このルールは厳格。だが、比較的守られる。参入障壁が高い。だけど、まあ、そこしかないから、もうこれだけ売ってれば、比較的まあ生活はしやすい、最初に入っちゃえばみたいな、他の人はもう排除してくれる、排除してくれる、はい、競合はっていう、生きてきた場所が違うから、もうデフォルトでそういう OS になってるっていうようなことが書かれているところでございました。